こんばんは。じゃん。皆さん、はじめまして。メープルナッツグラノーラ。名前はメープルちゃんでーす。イエイ。プルプルプル。 はい、私はこのクリーム玄米ブランさんのメープルナッツ&グラノーラ味を担当させていただいています。メープルちゃんです。あ、黒いのが出てる。プル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 ー。売り切れだった？本当？ありがとう、皆さん買っていただいて。メープル美味しいでしょ？今日食べたんですか？美味しかった？よかった、ありがとうございます。メープルナッツ&グラノーラということで、語尾にはのらをつけていきたいと思います。そうなんですよ、お洋服の色もちょっと配信に向けて、メープル、この CM 撮影をさせていただいたんですけど、その CM 撮影の時に着させていただいた衣装に似た色の服をお家で探して着てみました。今日肌が白いです、なぜか。そして、CM 撮影の際に、メープルちゃんは初めて、オレンジメイクをしました。オレンジのリップとチークをつけていただきました。お家に、メープルちゃんのお家には リップはなかったんですけど、リップしかなくて、チークがなかったんです。だから今日はチークなし、リップオレンジで配信をしています。私は私はベリーベリーちゃんと双子です。双子？姉妹です。皆さん、もうメープルナッツ&グラノーラ味は食べていただきました？あ、食べてくれた。あ、美味しかったですか？おー、美味しかった。ありがとうございます。今5つあります。あら、すごい。これが一番おいしいです。これが一番おいしいです。これが一番おいしいです。まあ、この配信では30分間するので11時まで配信をさせていただくんですけど、この配信ではCM 撮影の裏側とかそういうものを話していこうという配信なので、そうなんですよ、ベリーベリーちゃんはちょっとベリベリしてるんですけど、メープルナッツ&グラノーラちゃんはね、メープルのように透明感のある爽やかな子です。
CM 曲に使われている夢力という曲があるんですけれども、あの夢力という曲はあの CM に出演させていただいている9人で歌っております。はい。そしてあの CM 中に踊っている夢力だそうでのこういう振りがあるんですけれども、あれはこのパッケージ、ああすいませんパッケージをイメージした振り付けとなっております。このこうこういうこと、ああです。ちょっと慣れないオレンジティントをつけたので濃くなっちゃいました。多分リップのせいです。あ、白い、そうなんです。メイプルナッツ&グラノーラの中の中のクリームは白いので顔も白いんです。はい。激戦したメープルシロップを使用したクリームをアーモンドなどのナッツを練り込み、ザクザク香ばしく焼き上げたグラノーラ生地でサンドしました。美味しいんですよ。美味しいと思った方、お、いっぱい、まだ来てないけどいっぱいいらっしゃる、ありがとうございます。そうなんです、今日はちょっとあのメイプルちゃん初めての配信ということで、ちょっとおしゃれしてね、私の大好きなイヤリング、スプーンとフォークをつけてみました。イエイ。はい。メイプルちゃんが一番振り付け覚えるの早かったって言ってた。誰が？何味ちゃんが？ありがとう、嬉しい。そうでございます。これは食物繊維なんと3分の2日分取れるということで、健康面にも気を使っております。どうですか？まあダンスは私は8歳の時から習っていたので、 CM の撮影の際はそつなくこなすことはできたのかとは思います。クリームチーズ、クリームチーズちゃんも美味しいんですけど、やっぱり私はこのメープルナッツ&グラノーラちゃんを推したいと思います。箱ダンスして、夢力そうぜはです。私は1期生 CGB41 の1期生として活動しております。あら、私今日売り切れてました。ありがとう、皆さんが買ってくださっているということがとても嬉しいです。今日はちょっとお団子ヘアできなくて、ちょっとハーフアップなんですけれども、そうなんです。CGB41 の1期生として活動させていただいてるんですけど、2期生の2
2期生のブラウニーちゃんたち、ブラウニーちゃんたちも可愛いんです。美味しい、みんな可愛くて美味しいです。なんで41なの？それはなんでだと思いますか？今 CM 流れた。お、嬉しい。今日の公演行きました。ありがとう。そうなんです、41は諸説あるので私の口からは何とも言えないのですが、はい、メープル好きとしては食べないとね。今は今村美月さんの配信をちょっと借りていらっしゃるんですけど、借りて配信をさせていただいているのですが、23時5分から今村美月ちゃんも配信するんで、ぜひ見てください。はい。それではちょっと一ついただいてみたいと思います。クリームゲンマイブランさんは私はねずっと好きで、この CM のお話をいただく前からずっと好きだったんですよ。だからとても嬉しかったです。じゃじゃん。袋を開けるとこの小袋、個包装が2つ入っております。そして1つ開けるとじゃーん、2つ小袋の中からブランが2つはい出てきます。じゃじゃーん、美味しそう。ザクザク生地、おー匂いが甘い。美味しそうな匂いがします。もういただきます。美味しそう。もう噛んだ瞬間からメープルの匂いが口の中にふわっと広がるのら。もう一口。このザクザク音聞こえますか？ザクザク出ます。おいしい。広がるのらグラノーラ、グラノーラがん？いいじゃないよ。ザクザクノーラ。おいしい。本当にいい匂いがします。メイプル。これは手軽に取れて、しかも10種のビタミン、カルシウム、鉄が入って
いるので、私が CM のお仕事をいただくまで、いただく前には高校生だったんで、去年まで高校の2時間目とか2時間目の終わった時に、なんかお腹空いてるなって思った時に食べていました。そうなんです、鉄分嬉しいでしょ。そう、貧血にも良いんですね。プルちゃんは4たす1で5歳なんですけど、そう、グラ、私のベリーベリーちゃん、姉妹のベリーベリーちゃんは41歳らしいんですけど、私は4たす1で5歳です。はい、そう、女性にもおすすめだし、忙しい男性にもおすすめです。おいしいそう、年が離れてるんですけどね。娘ではないです、双子じゃない、姉妹。夢力も配信で聞けるので、ぜひ聞いてみてください。そうですね、何かメイプルちゃんに質問したいことはありますか？高いんでしょ？それは売ってあるところによって変わっちゃうんですけど、お高い皆さんの手の届くところにあるようなお値段でございます。出身はベリーベリーちゃんと同じですね。クリーム玄米ブラン製でございます。他のメンバーとの関係性を教えてください。そうですね。ベリーベリーちゃんとはちっちゃい時から姉妹なので、ちっちゃい時、私はまだ5歳なんですけど、ちっちゃい時から仲良くて、私が5歳だから0歳の時にベリーベリーちゃんは36歳でよくお世話をしてくださいました。あと近所に豆乳のアサイちゃんと豆乳カスタードちゃんがいたんで、その2人もよく遊んでましたね。あとはあと CGB41 に入れていただいてそうですね、やっぱり王道センターブルーベリーちゃんとか、センターに負けじ劣らずなクリームチーズちゃんとカカオちゃん、そうですね、そして2期生のブラウニーちゃん本当に美味しくて大好きです。ライバルは何味ですか？やっぱり多分あれですね、ベリーベリーちゃんですね。グラノーラ姉妹なので、
そうですね、グラノーラ好きに2つに分かれるのかなとは思うんですけど、はい、唇は赤じゃなくてオレンジなんです。これグラノーラも負けてないよ。でしょ、そうなんですよ。あのメープルナッツ&グラノーラちゃんは、グラノーラちゃん、メープルちゃんはあの歯につきにくい、美味しいんです。メープルちゃんが好きです。でしょ、ありがとう。うん、とても大事ですね。やっぱ歯についても白いのであんまりわかんない。メープルちゃんに会いたいです。ぜひぜひメープルナッツ&グラノーラを食べたら絶対夢の中に出てくるので、メープルちゃんみんなの夢に現れるのら。筋肉はあった方がいいですか。多分メープルナッツ&グラノーラ、あのカルシウムとか入ってるんで、あの筋肉もつけるのも大事ですけど、筋肉つけるには骨もね丈夫にしないといけないと思うので、あのカルシウム取れるので、ぜひこれを食べたらね、あの筋肉もつけれるように頑張って、骨も丈夫になっていいと思います。筋肉ね、筋トレも大事だけど、筋トレの最中もねお腹空いちゃうから、これを食べましょうね。食べるのら。メープル超合金さん好きです。やっぱメープル同士は本当に好きですね。メープルちゃんの握手券はね、ではないんですけど、あのメープルナッツ&グラノーラを食べていただけたら、あの夢に出ていきます。筋肉がつくわけじゃなくて、骨を丈夫にするためのカルシウムが入っている、お菓子でご飯でございます。ご飯でございます。CM の裏話。裏話はメープルナッツ&グラノーラをみんなに食べていただいて、クリームチーズちゃんとベリーベリーちゃんが美味しいと言ってくれたことですね。嬉しかったです。骨粗しょう症言えます。そうなんですよ。本当の答えが分かんない。メーテルだよ、それは。メーテルだっけ。カカオちゃん美味しいですね。みちが大好きなのでしっかりベリーベリーに投票しました。あ、みちと仲いいな。メープルなんですよ。私なんですよね、みちちゃんと仲いいのは。そうなんですよ。まあそうですね、カカオも美味しい。カカオも美味しいけど、メープルナッツ&グラノーラを皆さんはぜひ食べてくださいね。豆乳姉妹はあまり売ってない。私の家にブラウニーちゃんたちはないんですけど、このクリーム玄米ブランの、あの1期生7人プラス黒ごまを箱買いしまして家にあるんですけれども、やっぱメープルナッツ&グラノーラの減りが一番早いですね、お家でも。明日メープルちゃん食べます。食べてください。
で、やった。そう、メイプルちゃん、私仲良しなんです、今まだ見つけちゃった。そうなんです。メイプルちゃん美味しいんですよ。そう、ベリーベリーちゃん姉妹、うん、そうですね。でもベリーベリーちゃんもちょっと大人だから41歳なので一人暮らししてるんですよね。うん、だからちょっとね、お家、私はまだ5歳だからお家にいないから、ちょっとあのベリーベリーちゃん、そうですね。みちは23時5分から配信するらしいです。そう、5歳の割にはしっかりしてると言われます。うん、はい。それではちょっとあの間村美月さんに教えていただいた方法で壇上を読んでいきたいと思います。ちょっと配信初めてだったからあんまりうまくできなかったんですけど、ごめんなさい。あ、最後にいいですよ。夢力のソーセージを知って踏ん張れ。はい、ぜひぜひ夢力配信されたら聞いてください、皆さん。はい、それでは、あ、まひちゃん、ちょっとあのこの後するからちょっとまた見に来てください。はい、それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位アモズさん、12位、あ、やべえやべえ、12位アフロさん、11位ゲンさん、10位ライザンさん、9位ナオキクロードさん、あ、すごい似てる似てる、8位、え、あ、間違えた、10位プンさん、9位ナオキクロードさん、8位ライザンさん、7位タケトさん、6位イシケンマシンさん、5位ホタテサマーさん、4位ソウさん、3位キサラギカオルさん、2位セディアさん、1位ダムナさん、ありがとうございました。それではね、今村美月ちゃんの配信に切り替えたいと思います。ぜひ皆さんメープルナッツ&グラノーラ絶対絶対食べてください。明日の朝はメープルナッツ&グラノーラ。ありがとうございました。メープルちゃんでした。ありがとうございました。初めてにしてお上手でした。ありがとう。またどこかでお会いしましょう。またね、また夢で会おうね。バイ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 。まだリレー配信が続くので、ぜひ他の味のこの配信も見てください。 CGB41 をよろしくお願いします。メイプルちゃんでした。バイバーイ。